えー、東日本大震災から約10年ですがあの時どこにいてどう思いましたかえっと家にいて揺れた瞬間に風呂の水を出してあとはあの食器棚のドアを押さえに行きましたねでその時はあのうちの彼女が転んでいるのを見てゲラゲラ笑ってた覚えがしますねであの 風呂の水を出す理由が、まあ、あのどっかで断水してしまうとあの水が手に入らなくなるんですよね。要はそのコンビニとかスーパーとかってそのあの水買えなくなるみたいな音じゃあったと思うんですけどでそのいつに断水になるのかわからないのでとりあえずあの水は確保するっていうのとあとあの玄関のドア開けましたねあのまあ最近はそんなにないんですけどその強い地震が起こった場合ってあの玄関のドアがその,あの歪んじゃってドア開かなくなるっていうことがあるんですよ。 なので、あの、地震が起きたときは、とりあえずドア開けるっていうのを、なんか、無意識にやるようにしていたりします。あの、カーテンないんですよね、これ。<laughs> すいません。これで暗くなるかなはい。<laughs> だいぶ誤光がさしてる感じになりましたけど。で、僕、次の日にテキサス州に行ったんですよね。あの、3月11日に地震があって、 で3月11日の夜に出発する飛行機の便がちょうどあってでそれであのテキサス州に行きました、はい、そしたらあの「テキサスに日本から来たよ」って言ったら「大丈夫なの?」っていろいろ聞かれるみたいな。